15期生の八峰佐伯と言います。学校はネバダ州立大学の二の校に行ってました。専攻は国際情勢学を学んでました。今は NIC でスタッフとして働いております。で今日はですね、留学をしなかったら、逆に損するというようなもったいないよっていうお話ができたらなと思いますので、今日はよろしくお願いいたします。